コノハさん、やってくれましたね。代わりにね、あげたけどね、だいぶし。早っ。楽しいね、描くのね。うん。お芸術は爆発だ。修学旅行の絵描いてる感じ。うさぎさんの耳かいた。かまぼこの板。どっからもいつの間にもできたの。そういえば。ここにあれだよね。何が入ってんのこんな。今朝までかまぼこ食べとったよね。熱いとこだよね。まあ。うん。スタンプ。ついちゃったよ。トロさん画用紙がいいな。できれば画用紙がいい。ちょっとまた B 紙買ってくるわ。このちゃん壁にかけるよ。画用紙にしましょうか。また B 紙、 B 紙準備しとくわ。 B 紙準備しとくわね。え、書かせてあげたいんだけどさ、母さんの準備不足やね。Thank you.
いい作品できた。何できたんだろう。できました。これ反対っぽいよ。絵の方見せてください。絵の方。次。はい、できました。このハート作品ができました。はーい。今何やろうとしてるんだろう。一生懸命落としてるの？音が来たんよね。どう？こすりたいのかな？感覚がいいのかしら。やってみて。どう、このはちゃん。ここがいいのかな。あ、このはちゃんやってきた。ね、このはちゃんが描いた壁の落書き。一回壁、珪藻土で塗ったんですね、このちゃん。また今回も珪藻土準備して一緒に塗りたいと思います。コロちゃん、コロちゃん、ネムネムサインの一つだね。ネムもします。はい。ちょっと、おら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 。
職場法。小野さん、壁塗りは壁塗り。手洗いたい。うん、壁塗り終わって手洗おうよ。どうですかって。やる？もうちょっと後にする。どうする？